わからないから、ま、やれてないということに気づけないっていう、うん、これは普通と思ってますかね。他の人もそうだろうというような意識でいるところってすごくあるので、足のことなんかもみんなこうじゃないんですかっていうのはよく言われることなので、うん、すごい張ってますねこれ。そうですね、まあ、腰悪い人はお尻が痛いです。この筋膜がくっついちゃってるんですね。痛いですね。ちょっとこれね、あの剥がし始めが痛いんです。剥がれちゃえば痛くないんですけど、まあ、ちょっとやりますね。で、まあ、痛み出てたのは右なんですけど、右も左も硬いです。の微妙な感じ。まあやっぱこの辺もだいぶ、まあ、もともとここ硬かったですし、うん、多分今回のことでよりちょっとね一層ありますよね。ですよね、押されてるところが痛いなって感じで響くなーになんないですよね。響くなーになってないですよね。こう入ってる感じが全然ないんですよ。本来はもうちょっとこう足に向かって響く感があるはずのポイントではあるんですけど、今これちょっともうツボが閉じてるなって感じ。あ、でも少し聞いたかな、うん、あ、さっき聞いてきました。そうですね、太ももあたり、まあ、ちょっと広がってきた感じですかね。そうですね、さっきよりはちょっと押せてる感が出てきましたね、うん、まだまだ弱い、小さいって感じがありますね。まあね、もう動けないぐらいまでね行ってますから、うん、かなりまだまだ体が警戒を解いてないです、だからちょっとやっぱりね、この状態で動かそうとしたり無理かかっちゃうと本当にまた悪くなると思うので、ちょっとねその辺しっかりほどいておいた方がいいし、足なんかもね安定よく しとかないと。なので、なるべくちょっと足首回したり、指引っ張ったり、指握ったり、結構あの気になるのってこう体幹の方だったりすると思うんですけど、まあ、そういう時こそ手先足先とかちょっと離れたところの、まあ、血流とかしなやかさっていうのをあの一旦気にした方がいいかもですね。わかりました。結構あのその免疫系の本読んでると爪もみってワードが出てきたりあると思うんですけど、爪もみ、わかります、ここは指先のね、足も爪もみできるので、まあまあ手が届くんだったら、まあ手でねやってですね、まあ、なるべくちょっと足先の運動とか刺激とか。何してるの？何してるの？ママが大好きだから。
な感じでとりあえず上半身は、うん、はいですね、上半身というかうつ伏せが、うん、はい、これで、はい、大丈夫です、はい、じゃあ今度仰向けですね、はい、どうですかね、今仰向けに寝た時点で、はい、まあ、そのやり始める前に寝た感じと、うん、比較できますかね、なんか体がこう、うんうん、リラックスしてる感じがします、伸びた感じって言いますかね、はい、そうですね、多分こう背中がピタッとつく感じとか、そうですね、はい、なんか結局そうそう、日によって悪い時とかは背中が全然もう浮いちゃってる感じがするっていうか、そうですよね、ちょっとマミちゃん、多分そのさっきね、股関節も痛いとかおっしゃってたので、うん、多分そのまあでもはいはい、うん、はいはい、でも随分ね動きが対応できるようになってますね、うん、伸びる感じありますか、こちら側、ありますあります、はいはいはい、チュンです、お腹結構は突き出しちゃってますね、お腹がやっぱり緩んじゃってるんですね、うん、ガスも張ってる感じありますか、あるかも、うん、多分腰が悪い時ってお腹も調子悪くなりやすいので、そうですね、お腹やってあげた方が良さそうですね、まあ、ちょっと全体界としてやっぱここ腸腰筋から太ももの付け根回してあげとくと、回しますね、そうですね、まだやっぱ結構力も入りますね、うん、ちょっと抑えますね、結構この辺きついから、うんですよ、ね、それこそ足回したりとかはやってる方だと思う、ご自身でも、うん、はいはいはい、あまりうまくはいってるかどうかわかんないけど、うん、きつくてね、そうですね、すぐこの鼠径部の部分がポコって腫、はいはいはい、れちゃうぐらいになっちゃう、あららららら、あ、じゃあ先週ぐらいからそうだったかな、はいはいはい、あ、じゃあ炎症が出ちゃうんですね、出てる感じがしましたね、